俺ら3人プレゼント買って、その中で一番プレゼントがダメだった人全額自腹です。で、寝返り打っても完璧に最善計算ニットの半袖着ないなぁと欲しいって言ってたもんね。だニットの半袖ね、汗やっぱり毎日やっぱ正義見てるんで、やっぱりエナジードリンクが大好きだよ。確かに珍しいこの瓶タイプ、うん、これかっこいいよね。かっこいい。ちょっとインテリアでもやっぱりあそことか並べてるやん、うん、かっこいいね。それでもちょっといいんじゃないかなって思ってこれとなかなかいつも買わないレッドブルね、まあ、これで元気になってほしいっていう、まあ、2つ。なるほどね。で、まあ、もう一つ靴だよね。なんでこれにしたかっていうと、うん、白靴ってないなと思って、で服も結構カラフルやから、それだったらもうこの夏はエアマックスで。おお、白く白く、もうガチですよ俺も。あんなにだってこっちは別に余裕ですから。一時で余裕ぶってめっちゃ本気出してる。やばい気出し始めてる。一個一個紹介しておきますね。こちらがのりさんがくれたナイキエアマックスでございます。かっこいいね。でこれがターボーさんがくれたシャツ。はい。はい。結構好きなタイプですね。ダセーやつです。やめてください。でレッドブルね。小銭入れ、これ嬉しかったな。イニシャル入りです。いいですねアピールしていくね。で、恭平さんのがね、この匂い付きのオリジナル枕で、日本一だね、日本一日本一もしかない日本一これ。ただね、問題って今見つけちゃいました。あら、のりさんこれ危ないです。なんだ、26.5 サイズなんですけど、僕普段履いてるの 7.5 です。うわあ、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 うわ、これやばいな。あら、多分広がると思うんだけどな。広がってほしいな。広がってほしいな。もう願望になっちゃってる。今 7.5 だね。正確だね。これ常識だ。これ常識ね。これ常識だ。ああ、きつい。あれ。全然取り替えてきますよ。そこ審議した方がいいんじゃないの？取り替え5の勝負でいい。あのさ、正義をしてたら間違いない。うん、やっぱりよく見てたら俺らのも分かってたし、分かってたし、これはもう何も言えないね。お前それでいいのか。挽回しないとやばいじゃないか。やばいんじゃないか。とんでもねえ自腹になっちゃう。いやちょっと俺銀行行ってくるわ。変えれるとしたらって評価する。でも変えられないってなった場合俺これ履けないから。まあ確かにな。確かにな。そうだとシンプルにもらうプレゼントも実質これだけみたいな。ああ、弱っ。差し入れみたいな。電話したい。明日のり電話して聞いて順位決めましょう。交換できるといいね。できるといいな、お前はね。ちょ、待って。あ、交換できる。交換できるの。よかったじゃねえか。これやばいよ、これめっちゃ、これでかいよ。あ、じゃあ延長戦もうないわ。今日発表だ。結果発表いたします。マジ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 でかい。マジでかい。まず点数形式でいきます。やべ、一応緊張する。まず、恭平さんの枕、はい、こちらの点数92。イエーイ、めっちゃ重いな。やべえ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 、めっちゃ重いな。うるせえ、92はやばいわ。もうみんなでこれ使いたいもん。確かに、俺は欲しいんだよな。1個1個持ってしまう。そうなっちゃってんだもん。そう、欲しいってなるっしょ。その時点でもういいんだよ、これ。こちらの商品87。おお、やばい。でも嬉しい。嬉しい言ってます。もうこれ、もうこの時点で、もうこれがめちゃめちゃ嬉しいので。うわ、はい、ということでこの時点でもう恭平さん自腹。やったよ。最高だね。無料です。ノリさんは残すところになっちゃいました。怖い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 。ノリさんの得点88だったら OK。 80。うお、うん、80か。めっちゃ重い。めっちゃ重いよ。今日同じような感じだよ。これがなければ勝って、ノリもサイズを間違ってなければ勝って。お取り替えできますか。そしていつも飲めます。自販機いきます。じゃあ最終プレゼン、あ、もうディスリーとプレゼン両方ある。ああ、30秒プレゼン&ディス大会に先行どちらか。じゃんけんでいきましょうか。片方最後じゃんけん。はい、しよう、しよう、よい、そう、ダセ、まずダサい。もうこれをまず
ーズ着てるお前が想像できない。まあこれはいいんじゃない、うん、まあでも正直このイニシャルもちょっとダセ。はい、30秒。おお、なるほど。もう全ディスでしたね。いきますよ、タボさん、はい、よーい、はい、スタート。あの、まず全部ディスるってことはまず自分のものに自信がないからなんですよね。おー、だから俺はもう全部これプレゼンです。これはちょっとあのもう3日で終わるし。おお、なるほど、ね、差し入れじゃん、もう本当に。なるほど、なるほど、なるほど。やっぱりもう、まあこれはあのでも本当自信があるから俺はこれの、これのね。30秒。勝者の肩を叩かす。おお、うわーうわうわうわ、いきます。逆ぐるない。叩かれたら勝ちです。叩かれたから勝ち。はい、叩かれたい。うっ、よっしゃまあ理由言わせてもらいますね。マジで俺これはもうマイナスと言ってもいいです。ただですね、メンバーへの愛っていうのを言ってたじゃないですか。ああ、そうだね、これですよ。うん、だね、だね。帰れるって言われてもなんかどうしてもずっと胸に引っかかってる。ああ、なるほどね。間違えない。こっちの2人がさ、そういうミスをしないんで、これがどうしても胸に引っかかってしまったっていうのが理由です。じゃあもう全部飲むし俺が吐く。やばいもん、無理無理無理、やばいもん、大事だって。俺のやっぱ俺がめっちゃなんか嬉しかった。いや、よかった。中二病心をくすぐるってそこが大事なんだ。俺これ自信あったけど、やっぱ人によっても全部大事ってことが分かった。全部大事ね。つかみたくしようかなって。おー、あー、よかった。はい、ということで、第1回地獄の誕生日プレゼン大会、これ結構メンタルが森さんの自腹でございます。はい、マジでやだ。今思ったけど初反射じゃん。そうだよ。そうだよ。ふざけんな。誰だよ、こんなこと。俺はこれ2つ合わせて1万1000円ぐらい。お前意外と安いじゃん。お前これ買うなや。いらん金をすな。なんやこれ。ノリはこれいくらですか。これ9000円です。え、そんな安い。逃げたね。あ、やっぱ逃げてないんだ。あ、もうこれ逃げ姿勢からね。あれ、これ結局これ額負けなんじゃない。もしかしたらそういうことなの。あるよ。これ3つ合わせて14,500円。はい、そういうこと。一番になる。結果的にはだから額チキった人が負けたと。そういうことだよね。そうだね、そういうこと。そうそう、じゃ守りで入っちゃったね。結局にそうなっちゃったわけでしょ。合計で3万5000円ぐらい。でけ。カカもでけ。いやでものりさん神企画で。いや本当にいい企画だこれ。素晴らしい。 ST を思っての企画ですよこれは。おっと、ただ正義への思いがちょっと足りなかっただけだから。はい、おじゃとやめてな。はい、はい、はい、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。じゃあ銀行行ってくるわ。行ってきました、コンビニ。まあでも、正義に誕生日おめでとうっていう感じで思えば。急にかっこよくなってるやんけ。いいよ。え、何倍やったっけ。俺ね、領収書あるからちゃんと。あるからちゃんと。俺ね、ね、計算したらうぜえな。うん、俺、なんだこれ、14,451円ね。腹立つな。払えよ、きっちり、きっちりな、きっちりな。な、サンキュー、ありがとうな。あ、ありがとうな、サンキューだ。サンキューだ。サンキュー。静かすぎん。テンションやばい。さっきまであの角度で言ってたのに。ほんとだ。誕生日プレゼントだと思えばいいって言ってた。ちょっとダメだ俺。これめっちゃ腹立つ。え、タボさんのお尻。あ、俺これ、あ、これ、俺これ。じゃ、自分で買ってるんでしょ。会社ってこんなやられるんだ。すごいね。でも ST やっぱこれが振り切ってるっていうのはね。あ、じゃあガチだから。みんなが楽しんでる。これがありがたいですよ。はい、ということで、のりさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あざーす。改めて、正義誕生日おめでとう。おめでとう。かっこいい。あー、いいね、かっこいい。イケメン。いつももらってるんで。ありがとうございます。何この感動系みたいな。だから感動系ありすぎなんだよ。誕生日ありがとうございます。トルク、よろしくお願いします。
感じに俺、眼鏡壊れた。壊れた。